千里中央駅は、大阪府豊中市新千里東町一丁目にある、北大阪急行電鉄南北線と、大阪モノレール本線の駅である。千里ニュータウンの中心駅。大阪では略して、千中と呼ばれている。当駅からは、乗り換えなしで、大阪空港駅や新大阪駅、北、船場、南、新世界、天王寺、安倍のエリアまで行ける。 大阪空港駅と新大阪駅へはどちらも所要時間は15分以内である。北大阪急行電鉄の駅は建設計画当初、上日田駅の仮称が用いられていた。1969年11月に地里中央駅へ改称。島式ホーム1面2線を有する地下駅、駅長が配置されている。ホームは掘り割りで改札外の天井まで吹き抜けになっており、 改札はホームから上がったところに設置されている。そこに飲食店などが吹き抜けを取り囲むように配置されている。ホーム内にトイレがある。大阪モノレールへの乗り換えは南改札の方が近いものの南改札前から1階までの間にエスカレーターやエレベーターがないため大きな荷物がある場合は中央改札を利用しエスカレーターやエレベーターで 地上2階まで移動した方が良い。ただ、車椅子やベビーカーでの利用の場合、ホーム階から改札までの間にエレベーターが設置されているのは南改札のみであり、改札外から上は中央改札横のエレベーターを利用することになるため、移動距離が長くなり不便である。第2回近畿の駅百選選定駅でもある。なお、南北線は、 現在、2023年度開業を目標に、美濃岡谷の駅まで、延伸工事中であり、延伸開業後は、途中駅になる予定である。乗り場駅メロディ仮設駅北新電橋に残る、千里途中央仮駅があった痕跡。これより右側に仮設駅舎へとつながる階段があった。当駅は、日本万国博覧会のアクセス路線として満、国白中央口駅まで開業した北。 大阪急行電鉄の駅として開業したが、当時は仮設駅として、千里半急ホテル前付近の大阪中央環状線、内側、現在の中国自動車道の堀車線の敷地にあった。二面二線の相対式ホームが、水道高校すぐの地上を1階に設置され、地上2階に、京上駅舎が簡易に設けられ、そのまま、大阪中央環状線と、 中国自動車道をまたぐ北新田橋の歩道部分に繋がっていた。万博終了後、海上線分岐点から万国博中央口までの間が廃止され、現在の駅が開業したが、現在の駅は万博開幕前にすでに完成しており、線路が付け替えられて現在の駅が開業した。なお、仮設駅の後には中国自動車道が通っており、高校は埋められ、 北新電橋からの連絡箇所は撤去された。北新電橋の歩道部分には今も駅舎が接続していた痕跡が残っている。また、桃山台駅方面から地下トンネルに入ってすぐに右側に分岐していくかつての海上線のトンネルが今でも車窓から見ることができる。島式ホーム一面2線を有する高架駅。改札横には定期券売場がある。 改札前には直営コンビニエンスストアである生活最下モノウェルがあったが現在ではセブンイレブンに変わっているまた改札内にはモノギャラリーがあり列車を利用せずにモノギャラリーの展示のみを観覧したい場合は改札係員に申し出ることにより無料で改札内に入場できる駅の西側には引き上げ線がある2005年秋のダイヤ改正以降当たり駅を 始発、終着とする定期列車は設定されていなかったが、2007年春のダイヤ改正から、サイト線直通列車の未当駅の引き上げ線で折り返している。なお、降落シーズンには、臨時列車が当駅かどまし駅間及び、当駅サイト西駅間に設定されることがあるが、これも当駅の引き上げ線を使用する。2014年3月のダイヤ改正で平日のみ、 当駅始発かどまし、雪の便が1本、定期便として設定されたが2017年のダイヤ改正で平日のこの定期便は廃止された。一方で休日ダイヤでは16時台から18時台にかけて当駅始発かどまし、雪の便が8本設定されている。2019年3月21日には大阪モノレールの駅では初となるホームドアが設置された。また、 それにより自動放送が変わっている。乗り場2社の合計乗降員数は11万人を超え、これは豊中市内では最多である。大阪府統計年間によると、各年時の1日の乗車、乗降人員数は下表の通りである。戦後経済復興の中心的役割を担った。千里ニュータウンと豊中市の両方にとって最大のショッピングセンターでもある。また、 現在ではさらに開発が進められており、高層マンションや高層ビルなどの建設が続いている。千里ニュータウンの中心地として開発が進められた町。南北方向には新緑道筋が走り、東西方向には大阪府道2号大阪中央環状線が走り、この十字型に交差する部分を千里インターチェンジという。当駅はこの十字型から見て北東部分に位置している。 例番乗り場を除き、すべて阪急バスのみが発着する。ありがとうございます。